侍応援席の高屋コール、想像の5倍ヤバかった。やべえだろ。する声量で草。石川の応援歌知ってる人って案外いるんだな。応援席の中日ファンは12分の1なのに、この声量はおかしいやろ。満たされてる。中日の応援歌に満たされる毎日。中日が大人気球団だと象徴してるな。他球団ファンも歌ってくれるのが嬉しい。この声量が出るとは思わんかったわ。ドラゴンズって大人気球団なんですね。何でもいいからホームラン打ってくれ。右バッターで長打が打てるのは魅力。侍 JP でしっかり経験も積んで、シーズンで打ってね。アツシも歌ってんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。